レジェンドツアー QT 2日目の朝を迎えました。今日で一旦60人中41人の予選通過者が決まってスコアがリセットになります。横田は昨日イーブンパーで6位、トップは2アンダー、優勝賞金が750ユーロあるので、それを目指して今日はやっていきます。おそらくカットラインは、昨日は、6オーバーだったので、今日は少し風が強くて、13オーバーとか、そのぐらいになるかもしれません。今日は雨の予報でしたが、今のところ天気は持ってくれています。もし、予選を通過したら、2日間空けて、3日後に、決勝が4日間行われます。40名の通過者とレジェンドツアーのシード落ち30選手の70人の中から5人が来年のレジェンドツアーの出場権を手にするということになっています。
ったの。そうか、プライベートとかね。ワンダ大丈夫ですか。ワンダ優勝、ワンダ優勝はね、なんで今日セブンアンダーでもありよかったんだもん。で、森さんはこれだよ。あ、通った通った通った。大森高橋新一のこと14位タイ、うん、OK。 何お疲れ様でした。お疲れ様です。無事通過いたしました。なんだかね、通過したみたいです。はい、ドキドキしました、とりあえず自分のゴルフに。まあ通ればまたゼロからのスタートなんで、そうですね、みんなとフラットでまた戦い。でも昨日ちょっと練習終わった後に共にちょっとアドバイスもらったから、終盤それがあってちょっと粘れたと思うんで、はい、ありがとうございました。どういたしまして、ね、どんなアドバイスを。やっぱちょっとこう体を使って、うん、打ちすぎてたんで、はい、もうちょっと体を右向けてもっとヘッドを走らせて、あ、普段僕の生徒さんに言ってることなんだけどね、自分ができてないからね。自分の方は分かんないからね、はい、すごいな、うん、
まあ、参考になりました。はい、なんとか、はい、ファイナルと頑張りました。その後にまたつなげられたら、はい、いいと思います。で、トモさんも今日は、はい、とりあえず、なんとなく待ってきて、まあ、1位を目指したんですけど、はい、途中で、あ、もう無理だなと思った時から流して、まあ、あの腰に負担がかからないと回ってきました。まあ、とりあえず14位タイということで、一緒で、はい、はい、僕と一緒で、はい、まあまあ、まあ、気楽でいいね、いい練習になったかなっていう、気楽でもいいし、まあ、残り4日間頑張りたいと思います、うん、はい、これで40、今日何位まで取ったんですか？41位、うん、だけ ど何位で線引きされたのか、ちょっと、あ、41位、あ、41位で、うん、へえ、うん、そうですか、うん、なるほど、37位、37危なかった、うん、ということで、よかったです。あとまだここでゴルフができるんで、はい、日本侍おじさん3人、なんとか取りました。侍ジャパン3人取りました、はい、おじさんジャパン、はい、取りましたね。3日後からのファイナルに向けて頑張りましょう、はい、そうですね、はい、で次は、今度は総勢どうなん、40、41位タイの人とプラスそのシード落ちしてきた人31名、うん、72名プラスちょっと、72名でしょ、だから72名、うん、あ、41位ちょうど1人しかいなかったですか、うん、1人しかいなかった、あ、うん、じゃあ72名で、うん、5位でバスッと切れると、うん、6位からはもう、うん、ウェイティングとかね、そういうのなし、ね、去年はちょっとあやふやだったけどね、今年はもうそれはないっていうのが分かったから、うん、もう5位だけ目指して、そうです、うん、行くだけでしょう、まあ、うん、そうですね、で、まあ、ちょっとね、いい練習ラウンドになったんじゃないですか、はい、そうですね、そうですね、うん、ということで、うん、堀さん、はい、後ですごい事件勃発しましたね、森さんの組で、ね、はい、とんでもないことが、うん、とんでもないことが、まあ、日本じゃありえないしね、今まで初めてだった、ね、ありえないですよね、うん、びっくりしちゃったね、あ、ちょっとその模様をちょっとまた引き続きお願いしますね、はい、うん、はい、ゆっくりと、はい、はい、大事件勃発、ね、ということで、はい、後ほどお願いします、はい、またお疲れ様です、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、どうでした、ファーストクオリファイ、うん、でもずっと1位狙う L1 でやってたんで楽しかったです、うん、後半ちょっとね一気にだらけちゃったんで、ちょっと最後の5ホールぐらいで諦めたかなって感じでしたけど、でも1アンダーがトップで、うん、ラストの5ホールのとこまではイーブンでしょ、うん、そうね、だから惜しかったですけど、ちょっとね途中で松の葉っぱ取ったらボール動いちゃってね、そう、それを正直にペナルティにして、うん、そう、だからそれが気になっちゃってそっからおかしくなったし、もうそれの話しかしなくなったからそうね、そう、なんかね動いたけど元に戻ったからいいのかなみたいなね、そうそう、うん、でも動いたからダメだろうっていうね、はい、最初からパパは言ってたんですけど、はい、虚偽に聞いたらやっぱり一回動いた球が元に戻ろうがやっぱ動かす原因を作ったらダメだということでね、うん、やっぱり予想通りワンペナルティを課されて、ね、そこをダブルボギーにしましたね。でも今日は、うん、昨日よりショット良かったかなって思ったけど、そうね、うん、アイアンはとかいいショット打ってました、うん、距離感がちょっとあれです、そうですね、なんとか頑張りましょう、頑張りましょう、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、待ってんすか、はい、待ってます、食っちゃったね、もう疲れちゃったよ、疲れましたね、はい、本日はまあ前半こっちねインコースからパープレーで回り、うん、後半ちょっと崩れて後半フォーバーか、うんね、ということで、まあ、まあどうせね、あのちょっとトップ賞金が出るからトップ狙ってミシッとやってたんですけど、途中でね、自分の松の葉っぱこうやってやったらボール動いちゃってね、うん、でもあのあたりももうほんと
雑に葉っぱ動かしちゃった。もう、もうこれ、動かし、もう松の葉っぱ取って動いちゃったらしょうがないと思って、ぐらい、もう、やっちゃった。ペッてやったらやっぱ動いちゃった。でもね、なんか、ね、こっちにも松ぼっくりとかもあったから、それ、あれ、どかさないと打てなかったからね。うん、だから、まあまあ、あそこで動いちゃうのも、まあ、トップ狙えない、買ったんだよ。うん。で、木にあ、木を狙えば抜けるだろうと思ったら木に当たっちゃってね。ああ。まあ、ちょっとでも、結局は、ファイナルで5位以内入ることなんで、うん、まあね、いくらいいスコアで回ったって今回はファーストはしょうがないんで、うん、あの何度かもうピントは完全にファイナルに焦点合ってるんで、まあとりあえず取ればよかったと思います。はい、はい、おめでとうございます。ちょっと真面目にゆっくり休みます。はい、はい、お疲れ気味で。お疲れでした。はい、ありがとうございました。